ート。一塁に間に合わない。ごめん、ぼーっとしちゃった。なんだ夢か。昨日野球ニュース見ながら寝ちゃったんだな。って、そうだ、今日は見たい試合があったんだ。よかった、間に合った。4番とエースの真っ向勝負だ。すごい、どっちも引かないぞ。僕もいつかはあんな舞台に立ちたいな。そのためにたくさん練習しないと。あれ？画面が。え？何？もう映ってるの？ちょっと待って。よし。地球の人類に次ぐ我々はメタル星人。野球を愛し、野球に愛された宇宙人だ。へえ、宇宙にも野球があるんだ。って、それどころじゃないぞ。メタル星人？一体何が起こるんだ？この度、全宇宙対抗野球大会を開催することになった。その大会に地球も参加してもらう。え？侵略じゃないんだ。野球大会へ参加するだけ？調査の結果、この星は野球がとても盛んで素晴らしい選手がたくさんいることが分かっている。面白い試合ができることを我々も期待しているよ。すごい、宇宙人との野球が見られる。ちなみに優勝チームには賞金765兆メタルドルあげるね。お金たっぷり、夢いっぱい。765兆？新作のバットが何本買えるんだ？というか、メタルドルっていくらなんだ？うん、一つ言い忘れていたけど、優勝できなかった星は消滅させるから、生き延びたければ我々を倒してね。僕は野球が大好きだから、野球が弱いやつは許せないんだよね。なんだって？日程は1年後の今日。それまでに地球代表を用意しておいて。じゃ、近くなったらまた連絡するね。
変なことになった。野球に負けたら地球が滅亡するなんて。こうしちゃいられない。僕が代表になって地球を救わないと。でもまずは食事だな。そうだ、今日はピノとモモと裏山にフルーツを取りに行く約束だったんだ。地球代表のことはその後に考えよう。でも野球道具は持っていこうかな。合間に少しでも練習しなきゃ。現在、大会は開催しておりません。中だったんでしょ。バレてた。野球道具も持ってきてるし、本当に野球バカなんだから。まあまあ、パック先輩らしいじゃないですか。ピノは私より先に来てたわよね。ずいぶん待ったでしょ。大したことないです。3時間前からスタンバってました。3時間。足も速いけど行動も速いよな、ピノは。急ぎましょう。早く行かないといい場所取られちゃうわ。そういうことならお任せを。さすがピノね。すごいスピードだわ。あの足の速さならどんな相手でも盗塁できそうだ。この木を確保しておきました。すごい、フルーツがこんなに。ここならたくさん取れそうだな。はい、でも一つ残念なことが。どうしたの？木のてっぺんに大きくて美味しそうなフルーツがなってるんです。でもとても届きそうになくって。あ、本当だ。あれは諦めるしかないかな。パック、ボールを貸して。いいけど、どうして？あれくらいなら簡単に落とせるわ。バッチリ命中です。大したことないわよね、パック。相変わらずすごいコントロールと球威だ。これならどんな打者でも打ち取れるな。この二人とならきっと。パック、何ぼーっとしてるの？ねえ、二人とも、さっきの宇宙人の中継見た？見たけど、あんなの何かのやらせかドッキリでしょ。え、そうなのかな。てっきり本物かと。どっちにしてもパックは野球が下手なんだから、あれはプロ野球選手に任せておけばいいのよ。そっか、やっぱりそうだよな。まあまあ、
まずは美味しいフルーツを収穫しましょう。腹が減っては花伸びぬですよ。花が伸びるのはピノだけだと思うけど、そうだな、まずは腹ごしらえしようか。ところで二人とも、なんで僕と同じユニフォーム着てるの？ん？何言ってるの？私は白い服、ピノは黄色い服着てるじゃない。え？僕と同じ赤いユニフォーム着てるじゃないか。先輩、大丈夫ですか？どこかで頭を打ったのでは？パックったら、お腹が減って幻が見えてるんじゃない？もう行くわよ。まあいいか、フルーツフルーツ。フルーツ探してかなり奥まで来ちゃったな。みんなそろそろ戻ろうか。あれ、みんなは？もしかしてはぐれた？どうしよう。落ち着け。こういう時はまず周りを見渡すんだ。まずいな、全く見覚えがない。どっちに進めばいいかもわからない。ん？あっちで何か光ったような。なんだろう、あの光が無性に気になる。まるで呼ばれているような。こんなところにバット、しかも金色。なんだ。消えた。夢。あ、いた。パックったら、こんなところで何してるの？探したんだからね。急にいなくなるから心配したんですよ。モモ、ピノ、ごめん。何よ、その気のない謝罪。まったく、バックは本当に。今のは宇宙船のように見えました。河川敷の方に飛んでいきましたね。行ってみよう。おかしいわね。確かにこっちの方に飛んでいったと思ったんだけど。宇宙船らしきものは見当たりませんね。もう少し辺りを探してみよう。聞こえたわ。行ってみましょう。よし、これでツーストライクだ。あれはメタル星人。そんな、まさか本当に実在するなんて。どうやらあの子とバッティング勝負してるようですね。地球人は全宇宙大会の肝って聞いたのに弱っちいな。警察に来るまでもなかったな。肝って何？心臓じゃないの？キモイの肝と同じかな。それとは違うんじゃないか。そうなんだ。で終わりだ。消滅させてやる。そんな。嫌なら撃てばいい。もっともお前じゃ無理だろうがな。
希望は根絶やし。これ鉄則。消滅なんてそんなの怖いよ。撃てないよ。消滅。非常にまずい感じですね。どうしよう、パック。僕に言われても。でもこのままじゃあの子が。うえ、助けて。迷ってる暇はない。僕が助けるんだ。パック、どうしたの？パック先輩、かっこいい。俺が倒す。バッター交代だ。なんだお前。しかもこの光は色が違うが、ボスと同じ。ファミスラッガー。ピノ、知ってるの？おじいちゃんから聞いた昔話に出てきた、野球で世界を救った古の勇者の名前です。じゃあパックはその勇者の生まれ変わりか何かってこと？きっとそうですよ。パック先輩が勇者、ぴったりじゃないですか。そうかしら。今ならどんな球でも打てる気がする。来い、メタル星人。その子の代わりに俺が相手だ。ファミスラッガーなんて迷信だ。三振取ってギリギリ前だ。勝負。ストライク。くそ、今回は見逃してやる。見たいテレビが始まっちゃうしな。すごいわ、パック。いつの間にあんなスイングを。わからない。これがファミスラッガーの力ってやつなのかな。あれ、なんだか力が元の姿に戻ってしまいましたね。金髪のパック先輩もかっこよかったのに。これどういう現象なの？僕にもよくわからない。君、大丈夫だった？お兄ちゃん、ありがとう。大変だったね。メタル星人はいなくなってから安心していいよ。うん。一体ここで何があったの？野球をしようって友達と
にあいつらがやってきて。本当に怖かった。でもお兄ちゃんが追い払ってくれた。かっこよかった。僕もお兄ちゃんみたいな野球が上手い人になる。頑張るんだよ。本当は野球が下手なんだけどな。おーい、あ、みんな、お待たせ。って誰この兄ちゃんたち。それが そっか、そんなことが。兄ちゃんたち、こいつを助けてくれてありがとうな。気にしないで、たまたま通りかかってよかったよ。でもここで練習するのは危ないかもしれないわ。またあいつらが来るかもしれない。おい、貴様ら。みたいにうまくいくと思うなよ。そうだそうだ、さっきはお腹が調子悪かったんだ。お前、見たいテレビはどうしたんだよ。録画予約してきた、便利。ん？すげー、これがメタル星人。宇宙人ってなんかツルツルしてんだな。サインください。なんだこいつら、全然ビビってないな。あ、サインのおねだりはちょっと嬉しいんじゃ。次は1打席じゃなくて3イニング勝負じゃ。野球の醍醐味はチームプレーじゃけ。野球勝負だと？お前たちの好き勝手にはさせないぞ。また力が。おお、また先輩が変身を。こうなったら受けて立つしかないわね。野球はあまり経験ないですが、私も頑張ります。みんな、野球は3人じゃできない。君たちも協力してくれるか。わかった。もうすぐ残りのメンバーも来るから試合できるよ。話はまとまったようだな。勝負じゃ。勝負だ。
ト。ストライク。セーブ。セーブ。セーブ。アウト。ラッキーイニング。アウト。ラッキーイニング。ストライク。ストライク。ストライク。バッターアウト。ボール。
ト。ストライク。ボール。負けませんよ。先輩たちが話してる間にメタル星人が言っていたことを調べてきました。早すぎるわよ。でもすごいわピノ。何事も早くが私のモットーですから。あいつらの言っていたことは本当なのか。みたいです。プロ野球選手たちがメタル星人に操られて仲間になってしまったらしいです。そんな。でもなんでそんなことをしてるんだろう。希望は根絶やしとか言ってたのは覚えてるけど。そうか、奴らは地球人の野球の力を恐れているんだ。野球で負けたくないから地球の有力な選手たちを洗脳してるに違いない。そんな。
ひどい奴らなの？正々堂々と野球で勝負しなさいよね。海外リーグの有力選手も次々と敵の手の内に落ちているそうです。なんてことなの？このままじゃ地球は消滅しちゃう。困りましたね。決まってるさ、僕らがやるしかない。無理よ、相手はプロ野球選手まで仲間にしてるのよ。それでもあんな宇宙人に地球を好きにさせるわけにはいかないだろう。今から野球チームを作って僕たちが奴らを倒すんだ。こんなにみなぎってる先輩、見たことない。先輩、私も頑張ります。ありがとう、ピノ。そう言ってくれると思ってたよ。じーじー、そんな目で見ないでよ。お願いだ、モモの力が必要なんだ。しょうがないわね。仕方ないから私も協力してあげる。ありがとう。でも3人だけじゃ野球はできない。仲間を集めないと。あのお兄ちゃん。僕たちも力になるよ。さっきはビビっちゃったけど、お兄ちゃん見てたら力が湧いてきた。僕たちは小さいし弱いから人数合わせくらいになっちゃうけど、試合はできるよ。みんな、ありがとう。じゃあよろしく頼むよ。これで9人、試合はできるようになりましたね。でも相手は強いチームばかりよ。控え選手も必要だし。だとするとこの村の仲間に声をかけてみるべきですね。うん、練習もしなきゃいけないし、これから忙しくなるぞ。そうね、ももちゃんキューティーズ始動ね。それもなかなか素敵なお名前だけど、ピノハナナガイーズはどうですか？何よ、不満そうな顔して。いくらなんでも二人とも主張が激しすぎる。だったら先輩はどんなチーム名がいいんですか？ナムコ族のスター選手たち。普通ね。まあいいんじゃない、普通だけど。先輩らしくていいと思います。でも普通ですね。まあいいや。それではナムコスターズ始動だ。へえ、なかなか見応えのあるやつが現れたな。